キリンビールマーケティング株式会社は、キリンビール株式会社商品の販売を担う目的で2012年に設立された企業で、キリンホールディングスから見ると、孫会社にあたる。キリングループは2007年に持ち株会社制へ移行してから、順次グループ内における事業再編を進めてきた。この会社もその過程で生まれたものである。 一時キリングループとの経営統合を模索していたサントリーグループは2009年に持ち株会社制へ移行した際ワインを除く種類で製反分離を実施し商品の開発と製造はサントリー種類が販売やマーケティングはサントリービアスピリッツがそれぞれ担う仕組みに変わったキリングループでもこれと同じ仕組みに移行しキリンビールについては 発売元としての地位を維持しながら、商品の開発と製造に専念させ、実際の販売面を新会社に担わせることとした。その際、キリンビールから営業関係の部門をすべて切り離し、マーチャンダイジング業務を担っていた別のグループ会社、キリンマーチャンダイジング株式会社と統合させる形をとった。このため、当面はキリンホールディングスではなく、 キリンビールを直接の親会社とする。基本的にこの会社の顧客は、主販店や飲食店であり、一般消費者ではないが、営業施策によって、間接的に消費者とつながることで、キリンビール商品の売り上げ増加を目指す。2017年1月1日に、キリンビール株式会社に事業統合した。ありがとうございます。